ちどっちそっち ADS。 時刻は午後2時20分を回りました。ここからは名張市観光協会週末ガイドのコーナーです。さあ本日はですね、川の会名張から竹尾健三さんにお越しいただいております。竹尾さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はじめましてということで、はい、もう竹尾さんもね、何度かご出演いただいてるみたいなんですけどもね、はい、このラジオの方ではね、はい、まあ、今日は早速ね、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、まずこの川の会名張とはどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。ね、スタートが要するに1994年だったんですけども、はい、それも、まあ、名張の川を守る会というのがありまして、まあ、要するに川をきれいにしようということでやってたんですけど、はい、でその中で川の会名張として、先ほど言いました1994年にスタートして、スタートした当時は、川太郎セミナーとかですね、環境問題についていろいろ考えましょうというふうな動きとか、うん、セミナーをしたりとか、あとはですね、豚汁作りをしたり、豚汁作り、はい、河原でやったんですけども、そうですね、はい、あとはカヌー教室ですね。いいですね。今、はい、メンバーみんなカヌー乗れますんで、やってたんです。はい、で、その中でですね、1990年から柳瀬水路、要するに上下川っていう、うん、市内に流れてる川の中でですね、はいはいはい、花いかだというのをやろうということを、うん、名張のエジソンと呼ばれたですね、はい、方がおられまして、はい、鈴木さんっていうんですけども、うん、あ、鈴木さん結構数多いんでどなたかって言うんですけどその方、名張のエジソンの方の発案で、うん、はい、じゃあこういうので浮かべようっていうのでスタートしました。あ、そうなんですね、はい、名張のエジソンっていう方が発案されたということなんですけれども、はい、なぜその発案されたのか、きっかけとかあったんですかね。きっかけはですね、その方自身の思いはあるかもしれないですけど、はい、私どもの発想としては、要するに川にもっと近づきましょうというのを念に考えてまして、うんうん、要するに川に近づくことによって川がきれいか汚いかってすぐ分かりますよね、はいはいはい、で例えば花いかだを浮かべたらゴミが流れてたら汚いですよね、うん、そしたら流さないようにしようとかっていう思いにつながるんじゃないかなっていうことで、はあ、やり始めました。なるほど、はい、分かりました。もうね、30年ほどその花いかだ苗されていらっしゃるということなんですけれども、はい、もう結構ね長いですけれども、はい、ちょっと私はですね初めて伺うので、はい、申し訳ないんですが、花いかだというのはどういったものなのか、また具体的にちょっと簡単に教えていただけますか。そうですね、はい、ね、写真見てもらって一番変ですが、言葉で説明させてもらいます。言葉で、はい、ですね、イカダは大体、180センチ、 1.8 メーターかける、うん、90センチ、 0.9 メートルの面積 で、はい、でそれを箱状に作ってあって、その中に花菖蒲をポットに入れたものをずっと並べていくっていうのなんですよ、イメージとしては。ポットに入ってるんですね。ポットに入れて植えるようにしてます。あ、なるほど、はい、じゃあ、まあ、植木下みたいなものをもういかだにたくさん積んでいくっていうイメージですね。そうですね。で、うん、それを、まあ、2基浮かべるんですけれども。2基浮かべるんだ、はい、そのポットにしたのは理由がありまして、要するに自分たちで花菖蒲畑を今管理してるんですよ、はいはいはい、で そこから要するに明日なんですけど、うん、株をそれぞれポットに入れて、うん、その現場まで運ぶということをやるんで、あ、はい、それでポットなんです。で終わったらまたそれを戻して戻すんですね、はい、また植えて来年のために植え直すんで。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあなんかこう枯れてしまうというわけではなくじゃないです。ずっと頑張って同じ量を使うっていう。あ、そうなんですね、はい、あ、なるほど。それを大事に大事に守られてきて30年経ってするということなんですね、はい、すごいですね。まあ、ホームページにもね、掲載して写真も掲載されておりますので、はい、見ていただければ分かると思うんですけれども、いや結構高さもあるんですね。割と、うん、高くなりますね。今年もちょっと高いんですね。実はあんまり高くない方がありがたいんですよ。あ、そうなんですか。高くなると倒れやすくなるんで。あ、なるほど、はい、植える時もまた大変そうですしね、はい、あ、なるほど。でもね、本当に色とりどりで、まあ、紫がね鮮やかでとっても綺麗ですし、はい、紫とあと白いお花もあるんですね。白ありますね、はい、ただですね、はい、なぜかですね、はい、植え替えるっていうか元に戻したら、うん、次の年に大体紫になってくるんですよね。そうなんですか。白が残ってくれないです。そうなんですか、だから、まあね、詳細までは分かってないんですが、うん、先祖帰りだろうという話をしてるんですけれども、なるほど、はい、そうなんですね。でも紫すごい鮮やかで綺麗ですね。綺麗ですね。紫綺麗と思いますね。花菖蒲といえばなんかこう紫のイメージが確かに強いようなイメージありますけれどもね。確かにそうですね。いや
でも すごくね、本当に涼しげでいいですね、はい、これからの季節ぴったりだなと思うんですけれども、はい、はい、そしてその、花いかだがいつ設置されるかということなんですが、先ほどちょっと簡単にね、言っていただきましたけれども、はい、改めてご紹介いただけますか。はい、設置は明日ですね、29日土曜日になりますけど、はい、8時から中町祝儀所っていうその上下川のところにある祝儀場があるんですけども、はい、そこ集合しまして、朝から要するにいかだの再組み立て、うん、それから先ほど言いました苗を運んでくるというふうな作業をやって、うん、まあ11時ぐらいには出来上がるのかなという感じです。あ、なるほどですね、はい、それをもう川の会の方で皆さんでされるということなんですかね。はい、はい、あ、実はですね、川の会が主体でやりますけど、うん、はい、ここのとこ応援団というか、はいはい、いろんな方が手伝ってくれてまして、あ、はい、だから町協って言ってます、名張町協議会かな、うん、そこの環境部会の人たちが応援に来てくれたり、うん、それから最近ちょっと活動し始めてるスイッチっていうグループがあって、はい、いろんな町を活性化しようというグループで、はいはい、まあ、若手の方も結構おられるんですけど、そこから何人かメンバー来てもらえたり、あ、そうなんですね、はい、そういう感じで結構、うん、増えつつあるんです。あ、そうなんですか。じゃあ川の会の方だけじゃなくて、もういろんな方でここ最近は、ね、そうですね、ボランティアでお手伝いもしていただきながら、はい、あ、なるほど、ね、一番懸念してたんです、こう続けていくのに、みんな結構年取ってしまって30年経ってますんで、ね、そうですよね、はい、30年だから、うん、若手の人がっていうことを探してたんですけど、はいはい、結構今来てもらってるし、あ、いいですね、はい、それと、ね、うん、古書店、古本屋さん、古書店のカラスウリっていうとこあるんですけど、はいはい、そこのメンバーが声かけてくれて、うん、いろんな方で、今回ちょっとした、うん、地域おこし協力隊の方も参加されるっていうふうに聞いてるんで、うん、ちょっと楽しみにしてます。あ、そうなんですね、はい、もう日頃からも常にそういったたくさんの方のご参加を募集されていらっしゃるような形なんですか。あ、そうですね、はい、なるほど。その募集というのはどういったところで皆さん見られて来られるんですか。あ、特にね、いや、前は来てくださいって頼んでたんですけど、はい、その今言いましたように結構やりましょうって言ってくれてるんで、表立って現在募集したりしてないんですよ。あ、でも口コミでこう広がっていて、なんかそんな感じで、ね、いろんな方々がこう助けに来てくださるような感じ、はい、そうです、おかげさまで、はい、ありがたいことですね。ありがたいです。でもね、30年も経っていたらもう皆さんもね、そのこの企画を楽しみに楽しみ毎年されてね、守っていこうって考えられてる方が多くいらっしゃるんじゃないですかね、で結構町の方も見に来てもらってるみたいで、観光協会さんに問い合わせもちょこちょこ入ってたりするみたいですよ。今年はいつかなと。そうなんですね、はい、じゃあもう毎年この時期がね本当に楽しみな方がたくさんいらっしゃるんでしょうね、はい、そうなんですか。皆さんの何かこう反応とかお伺いされたこととかありますか。今そうですね、やっぱり風物詩になってるんで、はい、近所の方も見に来られていいよねっていう話が出たり、うんうん、あとはちょうどね蛍の時期なんですよ、はい、あ、だから蛍も見れたりするんです。ホタルも見れたりするんで。なるほど。今はもうホタル飛んでるんですか。はい、まだちょっと早いかもしれないですけど、はい、もうそろそろ飛んでもおかしくないなと。6月入ってからぐらいからまた飛び始めるんですかね。はい、飛びますね。はい、あ、いいですね。梅雨の時期とかでもホタルは結構飛びます。あ、天候次第ですね。雨がザーザー降ってる時ってのはやっぱり飛ばないんで。あ、そうなんですね。だから夕方ぐらいに降って止んでくれると割と、うん、出てくるっていうイメージですね。いいですね。なんか幻想的ですよね。はい、お昼間はそのね、花いかだ楽しんでいただいて、夜はホタルの方でね、はい。そうですか。この花いかだはもう常にその場で浮かんでいるようなものなんですか。なんかこう流れていくようなものなんですか。いかだで浮かべてあるんですけど、うん、ワイヤーロープでこう止めてあるんで、はい、その場でちょっと動いてるっていう感じですね。流れはしないんで。あ、なるほど、はい、でもなんかすごいですね、その場に来るだけでもうちょっと涼しい気持ちになってね、なってもらえたらいいと思います。そうですよね、はい、まあでもね、これを続けることで本当に街をね、街というかこの川をきれいにしようっていう風な考え方がね、たくさん持っていただける方が増えるといいですよね。そうですね、はい、そして、まあ、今まで活動してきて感じていることとか何かありますでしょうか。そうですね、苗なんですね、その、うん、要するに2週間浮かべるんです実はね、はい、でそのために1年間ずっと苗を育てるっていうことを、2年3年前から我々自身でやりだしたんですけど、うん、それまでは下日向の
これまた鈴木さんなんですけど、はい、さっきの名張のエジソンの奥さんなんですけど、はいはいはい、その方がずっと面倒を見てくれてて、その方の関係でお友達にそれ苗を預けて、はい、育ててもらったりっていうのをずっとやってくれてはったんですよ。そうなんですね。で、うん、でそれを自分らがやりだして、うんうんうん、雑草との戦いがいかに大変かっていうのを今身をもって分かってきたところです。あ、でも結構そういう、まあ、育てる上で、まあ、雑草をこう抜いてあげたりとか、はい、まあ、そういう苦労も大変大変からずっとあるわけですね。はい、まあ、でも年中していかないと雑草なんてすぐ生えてきちゃうんですよね。そうなんですよ。それもね、うん、今年はですね、はい、1ヶ月ぐらい前に、うん、そのさっき言ったスイッチのメンバーとか、はい、いろんな方が手伝ってくれたんで。あ、そうなんですか。人数いるとやっぱりね、はい、草引き草抜きも結構楽なんですよね、うん、あ、そうですよね、まあ、1人でやれば2人いるから3人とね、はい、1人よりだけでもね、多くいるだけでも変わってくると思いますけども、はい、結構その敷地というのは広いんですか。いや、ね、うん、田んぼを借りてもらっててそこの一部を借りてるんでそんなに広くはないんですよ。で、広げたとしても、うん、必要な株数って大体決まってるんで、あ、そうですね、で広げれば、はい、広げるほど草抜きまた大変になるっていう、はい、その辺があるんで、あ、はい、なるほど、分かりました。その花いかだはこうなんていうんですか、今2期とおっしゃられてましたけれども、はい、今後こうなんか3期4期と増やされるご予定とかも終わりなんですか。あ、それをねちょっと考え出したんですよ、うん、あ、そうなんですね。人が増えたら可能だなと、はい、実はね一番最初のスタートは2期で、はい、その後3期に増やしてる時期があったんですよ。あ、そうだったんですか、はい、でそれはねもう完全に記憶から飛んでたんですけど、たまたま昔の写真調べてたら3期の時期があったんで、はいはい、うん、3期もありかなっていうのを思いつつ、うんうんうん、大変になるなというのでどうしようかっていうのは、やっぱ3期やられてた頃と今2期になられたっていうのはなんていうんですか、やっぱ人数がやっぱりちょっと少なかったので今やられたとか、そういうことなんですね。そうです、そうです。それと、うん、変な言い方ですけど、うん、もう30年前なんで、うん、みんな若かったからやっぱりね、30年も経つとそうですね、なるほど。でも若い方がねこうやってたくさんね手伝いに来てくださるっていうのは本当にありがたいです、ね、ありがたいです。はい、なんかこう交流の場となってまたいいですよね。と思います。はい、本当ですよね。まあ、結構このなんていうんですかね、この川が結構きれいになってきたということ で、 あ、そうですね。まあ、以前は川に入るとちょっと足がベタついたりとかそういうこともあったみたいですね。ありました。当初はね、うん、なんとなくベタという感じがあって、はい、あと水洗いしないとっていうぐらいだったんですけど、うん、最近は そんなこともなくて、はい、ベタつきは本当なくなったなっていう感じがあります。そうなんですね。はい、まあ、ゴミもちょっと少なくなったり、はい、まあ、水が少し匂いがしてたのがなくなったり。匂いは全然違いますね。うん、匂いとしてたのと、やっぱり、はいはい、まあ、下水道がね、はい、今名張市内こう順番に、はいはいはい、接続されていってるっていうのも多少関係してるかなとは思うんですけど。なるほど、まあ、はい、わかりました。こう水質がこうそれ以外で良くなったっていうこと、何か原因というのは何かあるんですかね。皆さんがきれいにしようって思うからなんですか。あと、うん、あとね、クリーン大作戦って言ってゴミ拾いをするのを結構やってくれてるんですよね。はいはいはい、でそれをやってもらうとゴミってやっぱり減るんで、うん、そのこの上下川って名張川から、うん、水を引き込んでるんですよ。はい、だから名張川が汚いと、うん、結局上下川も汚いっていうことになるわけですよね。あ、だから名張川がきれいになるほど上下川もきれいになると、はい、はあ、そうなんですね。じゃあもう本当にね、一人一人の皆さんがこう名張に住んでる皆さんが、まあ、そういう思いを持っていただくことで、はい、まあ、もうねどんどんとこうつながって伝染してね、きれいになっていくということなんで ね、 そうですね、はい、まあ、その一人一人意識していただいてね、もうどんどんこの川が良くなるっていうことはこの地域の方にとってはまあ自慢っていうことに、ね、になると思うんですよね。なっていきますしね。はい、はい、どんどん川がきれいになってよりね皆さん楽しんでいただければなと思いますけれども、はい、では最後に今後どのような活動を計画されているかとか、そちらに関しても伺ってよろしいですか。はい、はい、そうですね。まあ、今の状況だと言いましたように分かってる人も結構参加してきてくれてる、うん、だけど、主体は我々、川の会なんで、はい、川の会名残なんで、川の会名残の若手メンバーも増やしていきたいなと。そうですね、中でですね、うん、はい、でこれをずっと引き継いでいってもらえて、うん、いつまでもこう川に浮かぶ、毎年この時期には花いかだが浮かぶんだというのを続けれるっていうのはすごい夢で、うん、ね、わずかなことなんですけどね、うん、そういうことを続けることによって
川というものをもっと知ってもらえたらなというふうに思ってます。そうですね、はい、今花勝負でしたけれども、また違うお花もとかもね、これからそういうなんかまた違う形でね活用できて。あ、そうですね、あ、実はねこの浮かんでるところって、うん、壁側はあの紫陽花が咲くんですよ。あ、そうなんです。紫陽花を大事に育てておられた方がもうおられて、うん、はい、だからあの紫陽花とあの花勝負がほぼ同時に楽しめる、はい、時期的にはね花勝負が先で紫陽花なんですけど、うん、あ、そうですね、はい、だけどそこ行くと花勝負と、うん、あの紫陽花が見れるという、結構いい場所になって、あ、じゃあコラボレーションが楽しめるということで。そうですね、もう紫陽花もね、はい、今これからの時期シーズン迎えていますよね。シーズンなんで、はい、へえ、じゃあどちらも楽しみということですね。わ、はい、かりました。ではちょっとそろそろお時間も近づいてまいりましたので、リスナーの皆さんに何か一言メッセージございましたらお願いいたします。はい、明日からですね、あの設置にかかります。あ、明日には設置されますので、ぜひあの足を運んでいただいて、ちょうどあの中町守備所っていうのがあります。あの場所的にはあの本町なのかな、うん、うん、で中町と本町の間、あ、上町かな、すみませんね、うん、はい、そこであの川、水路、川なんですけど、そこに浮かんでますので、まあ、すぐ見つけれると思います。あの、割と分かりやすい場所なので、はい、はい、大丈夫だと思います。で、最近、Google マップに花勝負畑を登録したんで、うん、花いかだも登録、前にしたんですけど、うまくいってなかったんで、また登録 したいと思ってて、だから Google マップで探せば分かるようにしたいと思います。Google マップでね、はい、ぜひ、なんて調べたらいいんですか？花いかだにします。花いかだと調べていただければ、はい、まあ、出てくるかなということで、はい、はい、ぜひね、皆さん、明日、29日土曜日の8時に、中町の祝儀所集合で、はい、ということになりますので、よろしくお願いいたします。はい、明日ちなみにどのくらいの方が参加されるんですか？今のところ、15人ぐらいなんで、だからあの気をつけて作業したいんですよ。あ、3密避けてと、ね、そうですね、まあ、もう外なんで、はい、まあ、極力ね、と思いますし、間隔を空けていただきながら、うん、作業してね、はい、ちょっとワイワイ、まあ、久しぶりに、ね、こう交流とかね、皆さんにできるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、はい、まあ、そういう時じゃないと今このご時世なんでね、そうなんですね、あまり集まれないっていう時期なんで、はい、はい、でも大事に大事にこの、ね、企画をも守っていただきたいなと思いますので、はいはい、まだ見られたことがない方いらっしゃいましたら、ぜひねこの花いかだもう一度は見ていただきたいですね。そうですね、はい、うん、はいはい、そして、まあ、またいいなと思っていただいた方はぜひ来年以降もね、また今年もですけれども、今年と来年と、はい、あとでお手伝いしに来ていただけたら、はい、そうしていただければ、はい、ありがたいです、はい、皆さんよろしくお願いしますということで、川の会名張から竹尾さんにお話を伺いしました。竹尾さん、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS